ご視聴ありがとうございます。今回は、表計算ソフト、ロータス123で有名な、ロータスと、マイクロソフトとの、戦いをご案内します。表計算ソフトの歴史は、1979年に発売された、ビジカルクから始まるんだ。ビジカルクは、Apple II で大ヒット。表計算ソフトは、ユーザーに広く知られるようになったんだ。ビジカルクに連動して動くソフトウェアを、開発、販売していた、ミッチ・ケイパーは、そのソフトウェア売却の資金を元手に、ジョナサン・ザックスと共に、1982年、ロータスを創設したんだ。ミッチ・ケイパーと、ジョナサン・ザックスは、Apple II で大ヒットしている、表計算ソフト、ビジカルクに不満があったんだ。ビジカルク派、素晴らしいソフトなんだけど、使いづらいな。もっと、使いやすい、表計算ソフトを作りたい。もっと、視覚的にグラフが見えたり、快適に操作できるようにしたいな。それに、8ビットの Apple II ではなく、最近、発売された、16ビットの、IBM のパソコンで利用できる、表計算ソフトを作ろう。カチカチカチ、カチカチカチ。開発中。カチカチカチ。そして、1983年、IBM のパソコン向け表計算ソフト、ロータス123が完成した。これなら、ビジカルクより使いやすいよ。こうして、発売された、ロータス123は、大ヒット。ビジカルクを抜いて、ナンバーワンの表計算ソフトになったんだ。1983年10月には、株式公開。1983年末には、売上は60億円に、従業員数は250人に膨れ上がった。すごい急成長だね。1984年には、売上150億円を超え、社員数は700人を超えた。大躍進。ロータスは、1983年の株式公開から、多角化経営を目指して行くんだ。なんで？会社が安定して成長するために、表計算ソフトロータス123に依存している。経営スタイルから、製品を多様化するため、様々な会社や製品の M&A が、たくさん行われるようになったんだ。大丈夫かな？ロータス123も、IBM パソコンだけでなく、様々なコンピューターに移植されるようになったんだ。メインフレームやミニコンピューター、ワークステーションにまで、ロータスは多くの製品を発売、様々なコンピューターに移植する路線で突き進むんだ。なんか肥大化してきてる気がするけど、エンジニアは大変だね。株式公開すると、成長戦略を描かなければ、投資家が納得しないんだ。だから、経営者は、どうしても短期的な成長に関心を向けてしまうんだよ。業績が落ちたら、辞めさせられるからね。でも、1991年の売上は900億円まで成長。成長戦略は、今のところ、成功しているってことかな。ところが、マイクロソフトが、1985年に、表計算ソフトエクセルを発売。バージョンアップを重ね、急激に追い上げてきてたんだよ。1991年には、表計算ソフト市場で、ロータスは、シェア 75% から 55% にダウンしていた。ギリギリ、ギリギリ。そして、1994年、Windows 95が発売される。ロータスは、ロータス123の Windows 95の対応が遅れ、赤字を出してしまうんだ。あらー。ロータスは、
多くの製品開発と様々なコンピューターへの移植路線だったから、人材リソースが分散されて、Windows 95への対応が遅れたんだ。一方のマイクロソフトは、Windows OS の開発と、Office ソフトの開発に、人材リソースを集中するように、舵を切っていたんだ。恐るべし、ビル・ゲイツ。そして、業績が傾いたロータスに、巨大企業 IBM が、買収を仕掛けてきた。ロータスは、必死に抵抗したが、ついに、IBM に飲み込まれてしまった。IBM は、ロータスで成功していたソフト、グループウェアのロータスノーツが、欲しかったんだ。法人に人気のグループウェア、ロータスノーツは、法人ビジネスが得意な、IBM にとって、魅力的な製品だったんだよ。ロータスノーツは、1990年代に、人気のグループウェアだったからね。こうして、ロータスは、IBM の傘下になったんだ。1990年末には、ロータス123は、エクセルにシェアを奪われ、失速。2013年に、IBM は、ロータス123の販売を終了させた。ここで、ロータス123は終わりを告げたんだ。マイクロソフトのエクセルは、表計算ソフトの世界標準となり、マイクロソフトが巨大企業へと躍進する礎となっていったんだ。ロータスの敗因は？やっぱり、選択と集中ができなかったことかな。選択と集中？そう、パソコン業界の流れが、Windows に流れている時に、開発を分散させてしまったことかな。ロータスの主力製品は、グループウェアのロータスノーツと、表計算ソフトのロータス123、そして、重要プラットフォームは、Windows の新しい OS、Windows 95、だったはずなんだ。ロータスは、どこに経営資源を集中させるのかを、見極めることができなかった？そういうことだね。表計算ソフトの勝者は、8ビットパソコンでは、ビジカルク。16ビットパソコンでは、ロータス123。32ビットパソコンでは、マイクロソフトのエクセル、ということだね。時代の変化を、見極める力が大切だね。そうだね。イギリスの自然科学者、チャールズ・ダーウィンは、こう言っています。生き残る人は、最も強いものではない。最も知的なものでもない。それは、変化に最もよく適応したものである。